はい、今回はハーモニクスについてお話ししたいと思います。ハーモニクスにはナチュラルハーモニクスと人工ハーモニクスという2種類あるんですけども、まず今回第1回目としましてナチュラルハーモニクスについてお話しします。誰も見てない夜に二人で散歩する月の、はい、 BJ のウクレレ講座です。ナチュラルハーモニクスっていうのはこういうもんです。はい、綺麗な音が出てますよね。これ出る場所が決まってるんです。一番出やすいのが12フレット、はい、それ以外に5フレット7フレットこういうのもあるんですけど、7フレットは若干出るかな、でも5フレットはちょっと厳しいかなってウクレレではですね、そういう感じはあります。ですのでまあ12フレットで使うのが一番いいんではないかなと思います。でハーモニクス指定タブ譜で見た時にこういうひし形で数字が囲われてあるんですね。これ見るとハーモニクスだなと思ってください。はい、12フレットで出すナチュラルハーモニクス、やり方なんですけども、使うのは左手です。左手の人差し指もしくは中指、 BJ は中指を使ってますね。中指の方が出やすいですね。中指の先端ではなく、弦を押さえるときはこの先端ですけども、この腹の部分です。腹の部分を使って弦に軽く触れます。ここ大事なんです。弦触れてくださいって言うともうグッと押さえ込む人がいるんですけど、押さえ込むのは力入れすぎです。この弦がちょっとでもたわんだり動いたりするよ、それが力入れすぎてるんです。弦が動かないぐらい、触ってるのかな、あれ触ってないかな、もしかしたら触ってるかもしれないなぐらいの力加減でいいんです。で12フレットでやります。12フレットのフレットの真上なんです。弦を押さえるときは11フレットと12フレットの間を押さえますよね。例えばここで12フレットだとちょっと指でやっても分かりづらいですので3フレットでやりましょう。3フレット押さえてくださいって言うと3と2の間を押さえますが、これどこを押さえても音は変わらないですよね。はい、音変わらないです。これでこの場所ではないんです。3フレットっていうと、このフレットっていうのは鉄の棒のことを指すんですけど、この金属の棒の3フレットの真上、ハーモニクスの時はですよ。これ弦押さえる時も真上かと思って真上押さえる人いますけども、そうではありませんからね。ハーモニクスの場合は12フレットの真上、12フレットっていうとこのポジションマークがついてるところです。はい、12フレットの真上に指を、フレットの鉄の棒の真上に指を持っていって弦に軽く触れるだけ、はい、で弾くとこういう音が出ると。これ弦の上にぐーっと力入れて押さえてると、ほら、こういう音です。こういう音が出る人は、押さえすぎてます。押さえるのではなく、触れる。そしたらこういう音が出ます。そうですよね。もしこういう音が出なかったらですね、指をちょっと右、ちょっと左と、いろいろこう動かしてみてください。12フレットの真上に触れてるつもりで、ここが平らなので、実は 11.8 ぐらいになってたり、12.3 あたりのところらへんを触れてる場合がありますので、左右にちょっと動かしてくださいね。はい、ちょっと動かしてくださいねって言うと練習会で言う、って動かす人がいるんですけど、これは動かしすぎです。もうほんの 0. 何ミリぐらいの単位でいいです。ちょっと動かして。動かすとこうキンキンキンって出るところがあります。これ軽く触れてるとキンキンって出ますので、出る一番大きな音が出る位置が12フレットです。フレットの真上じゃないとこで出てるっていうウクレレを持ってる方、12フレットの位置がずれてる可能性もあります。でもその出る場所っていうので覚えておいてください。そこがそのウクレレでは出る。他のウクレレを持ち帰るとまた違う位置で出るかも分かりませんから、こうやって音を探してもらうといいですよ。はい、でもう一つ、こういうキーンっていう音が出ました。出たら出た瞬間に左手を弦から離してください。弦に置いたままだとこうやってすぐ音消えるんです。消えますよね。せっかく鳴ってるけど消える。この時に離すと、弾いてから離すんですよ。ほらビーンって伸びてますよね。これが
綺麗ですよね。はい、こういう風な感じで、すぐ弾いたら離してください。弾く前に離す人がいます。それは左手関係なく開放弦を弾いてるだけですからね。はい、ちゃんと弾いてキーンって言ったら離す、ピンコンってちょっとタイミングをずらして離すぐらいにしてもらうと綺麗に音は伸びます。はい、これがナチュラルハーモニクスです。ぜひぜひやってみてください。はい、このハーモニクスの音が綺麗に出ます。はい、出てるウクレレはバランスがいいウクレレなんじゃないでしょうかね。バランスがあんまり良くないとハーモニクスは綺麗に響かないんですよね。まあその時にウクレレが原因で響かない場合もあれば、弾き方が悪いから響かないっていう場合もありますからね。一概にウクレレのせいにしないようにして綺麗な音出るのを目指してください。はい、というところでナチュラルハーモニクスの解説でした。明日は人工ハーモニクスのやり方、ナチュラルハーモニクスは12と7と5しか出ないんですけども、人工ハーモニクスはもうどこでも出ます。曲をやる場合に12フレットだけだとちょっとなっていう時に、どんな場所でもハーモニクス出したくなってくるじゃないですか。これは人工ハーモニクスを使うんです。それは明日お話しします。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。